皆さんこんにちは、エルザです。クラフトピアシームレス版やっていきたいと思います。まあ、早速ね、ちょっとダメージガンガン食らってるんだけど、そうだね、今回は新しい土地、氷山の土地だね、こちらやっていきたいと思います。チャルバード氷山のと、まあとりあえず探索と素材だね。ただまあ見ての通りダメージを受けるような状況なんで、なかなか無理かなっていうところです。で、今回やっていくにあたって、まずプラチナのインゴットがない、まあ50あるけど、こっちだね、聖水って何っていうあー、ポーションで作れるんだ。ちょっと戻ってポーション確認してみましょうか。なるべくね、滞在したくない。聖水水なんだ。はー、あったっけー。いや、あのね、水ね、一番集めるの大変なのよ。一番大変。正直大変。とりあえずこう、あ、あったわ。とりあえず、大量にその時作ってたけど、めちゃくちゃ時間かかるもんだから、やばいんだよね。ただこれマックスで、うわぁ、145使って29個。あ、クラフターしとこう。そしたらちょっとね、水を大量に集める作業になるんで、放置だね。見て、もうこのゲージの伸び。なんで、ちょっと時間、そうだな、使ってきまーす。よし。よし。やっと集まったー。50個。やばい、これ。水がほんとできなくてさ、2時間やってた。やばい。もうこれ、浄水器気づいてね、これ、作ってから、まぁ、ちょっとだけ作業効率上がったみたいな。いやー、これは大変だったー。え、建築。まあ、最大までできるかっていうところも一つなんだけどね。まだわかんないんだよな。次。お！あ、ラッキー。結構ギリ。ギリギリだね。しかもあれだ。これよく見るとさ。500。やば。そういうの作れたんだね。じゃあまあ建築しましょう。今まで集めてたやつだね。たまたまゲットできて、借りたみたいな。羊狩りとか牛狩りはしててよかったね。と、最後。え？走行板？決起の旗、決壊の旗？はあ。クラフト施設。はい。99個やん、走行版。やば。あ、しかもこれあれだ、時代的に作れないやつじゃない。うん、あのね、自動路とかね、こういうのね、いろいろ作ったのよ。なんだけど、結局ね、時代が進化しないとダメっていうのだったから、まあ、このまま、うわね、進める感じになるかなー。これを作らないとね、もう話にならないから、貝とかも釣らないといけないんだけどね。上位防具、上位防具、熟練の防具は？熟練の鍛冶屋。プラチナ、あ、そっか、燃料タンク、スクラップ、リネンウールがいるのか。リネンウールがね、意外とね、羊毛、ボロ布、羊毛あったっけ。あー、これぐらいしかないから作れないね。いやー、なかなかだ。じゃあちょっと最初の
町の村で池でやりますか。ほい。ああ、だいぶあれだな。マイクラ的な釣りを思い出すな。アロワナ。アサリってどうやってゲットするの？カニカゴかな？取って釣りしますか。馬のマスク。おー、いいね。あ、なんかいる。あ、クラケンいる。え、ま、おー。クラケン出るの？マジか。もうそんなまともに戦いたくない。気持ち悪っ。あ、でもそんな強くなさそう。あ、引っかかっちゃったりね。もう得点どこなんだろう。いや、お口じゃなさそう。動けないみたいだね。動けないみたいだね。やれやれやれ。よし。シャー来た。あ、貝ゲットだ。やったー。やっとゲットできた貝。いや、これ探してたのずーっと。ラーケン狩りやったか。あー、釣り1時間。じゃあ戻ろっか。作れれば。銀か。銀、銀、銀。で、鉄直して。いやー、やっと、やっとだよ。で、まず、冷徹でしょ？で、冷徹が一つ作れたけど、ヒントスノーミント。うわー、あれか、特産品か。あ、飛んできたけど、お、本当に食らわないね。いいね。よし、じゃあこれで、まあ、あとはスノーなんちゃらとかも集めれればさらに強化もできるからね。ニリ歩いていきますか。それにしてもあれだな、目玉焼きコスパ悪いな。肉と変えてみようでやってるんだけど、あんまり下げな感じはしないね。雪山のせいかわかんないけどさ、おお、暗い暗い。めちゃくちゃ画面暗いんだよね、雪山になってから。朝方だからなのかわかんないけどね。あー、なるほど、雪山スタミナなんか消費するね。いや、気のせいか。まあ、とりあえず探索頑張ろう。なんかジャンプの消費めっちゃ激しかったな。イノシシの頭のやつなんかついてたのかもしれないね、もしかしたらね。あー、金が出た。なんかその可能性高いな。いろいろボスとか倒したいけどね。やっぱこう見てたら武器自体のそのエンチャントが弱くてあんまり使い物にならないっていうか、なんかそんな感じだった。ただ時代進めた方がメリット大きい感じだったね。プラチナ？あ、アダマンだ。え、モテるんだ。普通にあったね。
あ、でもアダマンね、あのね、次の時代行かないと無理だからね、持っとくだけって感じかな。プラチナとかと一緒だね。でもね、意外とね、無限採掘できる場所少ないよ。やっぱやってて、アダマン、なんか金以上出たっけって感じだもんね、今のところ。あー、高さが上がると凍えて死にそうか。ただやっぱスノーホワイトは見つけないといけないね。いやーでもさ、アイテム出ないのなかなか大変だね。レベルもね、多分低いっていうか低すぎる気もする。ほんとそんな気はしてる。どんなもんだろうかね、敵もね、強そうだけどレベル60とかいってんのかな。50手前だ。ちょっとやばそうだね。とりあえずスノーホワイトないかな。なんかレベル2にするためだったらっていう使い方っぽいからランク上がりそうな気がするけどね。ランクっていうか、なんか場所ちょっと低めの場所にしてそうな気はするんだけど。それともいやらしくちょっと高めの場所にあるかな。お、あった。ちょうどあった。やっと。ここら辺だ。ここら辺にあるぞ。ん？エンシェントゴレム、このタイミングか。邪魔だな。矢が装填されてます。俺も多分そうだな、時間かかるパターンだろうな。そうだね、なんか無視してる時は大体そうだよね。あとはスノーホワイト他にもあるはずなんだけど、これはなんだ。銀。手に入るから考えもんなんだよね。今10、5、12、10だったっけ、20だったっけ。でも大体こういうのって10個ぐらいだと思うんだよな。
場所覚えよう。ここね。よし。あ、もう作れるわ。金だったわ。よしよし。まあ、これで、まあ、防御力も実質上がってるからね。これのおかげで。防御力も上がってっていう感じだね。よしよし。あー、アイテム一回預けて、さらに探索していきますか。お、あそこはまたなんかあるね。あれ何なんだろうね。ボス的な感じなのかな。結構見るけどね。いたりいなかったり。倒すことに条件満たすとかあるのかな。もしかしたらね。結構不思議なやつ。あ、相変わらず。ありませんね。おお急に出てきた。この辺りか。ある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 。これいつものごとくだったら5個。うん。うわあ、いけ、おお、凍ってる。6枚やべえ。ついでにアイテム。また、俺これ4枚しかゲットしてないよね。ね、4つだよね。4つか、4つだ、4つ。あと1個落ちてない？あったあったあった。ここ。よし。のみってどこでもあるな、ほんと。よしよし、いい感じ。ここは逃げろ。もうちょっとね、レベル差が激しすぎて、ずっとのことでやられる可能性高い。よし、じゃあ、次、行きますか。またぐるって回ろう。よし、じゃあ次はこの辺りだね。凍りついた木っていうぐらいだから、わかりやすいと思うんだけどなぁ。あ、なんかある白いの。おー、ある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 。あー、これかー。めちゃくちゃあるじゃん。めちゃくちゃあるし。おー、いいね。まあ、20個あればいいから。3つぐらいやればいいのかな。あ、しかもちゃんとワープポイントあるね。いいねー。いいよ、こっちに運が向いてきだしたよ。すげえな、マジで凍ってる木だもんな。ちなみにそこ宝はあるけど、ついでにお宝もらっていこうか。うおー、出てきたー。意外とね、炎がね、あのバカにできない。意外とね、炎がね、ダメージ高いからやばいんだよな。よし。ください。
レザーキュライス。レザーキュライス、めっちゃ最初の装備じゃない？なんか、すごい不思議な。あ、これも、石なんだ。あ、でもめっちゃ上がる。オルセット、キュイラス。キュイラスは？あ、男性用、女性用って感じか。おお、急にそれっぽくなった。よし、じゃあ、あとはやっぱここら辺だね。探してない、この辺り、行ってみようかな。こっち側見てないもんね、ちゃんとね、まだ。戦闘音楽は止まりませんね。ちょっと倒しとこっか。特殊な形してるからすぐ分かると思うんだけどな。あいつ無敵だな。もうね、よしよし、もうこっちがやられるからね。よし。大立ち、大立ち520。おお、520か。大立ちだ。ミニ？体験ですね。体験はいいかな。まあ、体験来ちゃうとね、どうしようもないっていうのが正直あるから。難しいとこなんだけどね。あれ？おい、もしかして。マジでプラチナじゃん。あ、ちょちょちょ。プラチナはありがたい。待って。あ、あった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 。あ、降りてなかったら分からなかったね。よしよしよし。これで時代進化、終わるぞ。ああ。しぶといやつめ。よし。さあ、これも20個一応、詰めて。オッケー。あー、見つかってよかった。よし、揃った。いやー、いいね。そしたら時代進化どこでもできないから飛んじゃおう。いやー、なかなかだね。あれはね、さっき見つけた岩盤って移動できたらいいのにね。あの、近くじゃないとね、機械とか反応しないの、確か。自動操縦ならないから、そういう意味では、惜しいところだけどな。さあ、時代進化です。ちょっと待った。効率いった気。あー、マジで。4いるの？うわぁ、うわぁ、マジか。もう一回行ってきます。はい。ということで、お金も無事、素材も無事、集めてきました。やりますか。お金が一番大変だね。素材もお金もあるので、火の革新。まあ、今の状態では最高かな。やっちゃいましょうか。時代進化、お金がめっちゃ飛ぶな、ほんと。で、この後はどうなるのか。
カミングスーンってなってる。まあ結局はっていう話だね。まあここまでですよ、今できるのはっていうね。いやー、何ができるようになったかな。ほんで確認してみようか。まあ料理も増えるだろうし、食べ物、あと何かな、素材、アダマンタイまでができるって感じだもんね。そう考えると Q ワールドの時の方があれかな、やれること多いのかな。素材の名前変わってるかもしれないけどね、いろいろと。まずこれ、いや増えてない。防具は、あーこれもしかしたら防具とかもあれかな、熟練にしないと変わんない感じかな。あ、いやでも一部増えてるな。うん、プラチナ、アダマンタイト、フライゾフィア、フライゾイツフィアか、やり刀、まあ、杖とか弓も、あー、この弓と今持ってる弓一緒なんだね。アイレーは2まで。ああ、この縛り系のアイテムだね。ぐらいかな、弾が増えたりとか。うん。これは、これだ、アダマンタイトインゴットが増えるって感じだね。ポーションは、ああ、後半、増えてる。テレポーションが作れるようになると。安電薬、凍結薬、結構アイテム投げるの大変だったからな。罪の薬、お、すげえ、不要倍率が2倍になるんだ。文字がちょっとわざとあえて壊してんだろうね。150、あー、やっぱミスリリの方が強いね、なんだかんだ。科学実験台が増えたのかな。機械工場ね、機械工場と科学実験、あ、熟練系もだ。あ、苗も作れるようになってるね。あ、これすごいね、ここら辺いいね。人工岩盤が作れるようになってる。あらゆた岩盤上に設置し、あー、なるほどね。だから無限じゃないんだ、岩盤は。あー、大鍋ここで出るんだね。なるほど。これはダッシュ板。あー、上に乗ると、イヤッフーって。それは、やばいと思うけどな。大丈夫かな。さらに増えたと。強化木材、強化石材、セメント。あー、もしかしたら特殊レシピとかなのかな。あの、欲しいやつとか。クラフト、ミッション。ミッションはまあ、だいたい、終わってるね。ここもダンジョン系だね。ダンジョンは結構残ってるね。見るポイントもないから見れない。ちゃんと設計図、うん、設計図だ。精錬石 X は結構ランクあるんだね。電車とかあるんだ。ジェットパックあるとすごい楽そうだよね。石油プラント、おスタバ、はいはい、あー、上限額があるからね。上限額あったから。あれ、でもここにないってことは、うん、やっぱそっか、なんかあるんだろうな。
増えてないし、画面暗くて熟成所も変わってないってなると、基本的に変わらなさすぎるっていうか、こうあれだね、前よりなんか減ったね、シームレスになって、なんか感覚的に減ったような気がしてる。そうか、こういう感じなのか。はい、ということで、まあ最終目標の時代進化、ができましたので、クラフトピアシームレス版に関してはここまでとなります。まあアップデートが来ればねっていうところかな。あとは同じ会社で言うとパルワールドっていうのがね、似たようなやつが出るので、まあ、それがねどれぐらい完成度が高くて楽しいのかなっていうところかな。まあそれ待ちだね。クラフトピアはやっぱり製品版なるまではぎこちないところも多いからね、そもそも製品版になるのかっていう違う心配もあるんやけどね、製品版になるんだろうかっていうね心配もありますが、まあクラフトピアはここまでという感じで終わりたいなと思います。ということで、最後までご視聴の方ありがとうございました。まだ他にもいろんなゲームの動画や解説攻略などもしていきますので、応援してくれる方はチャンネル登録と高評価お願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。